いいですか。はい、ラグドールルナちゃんの便検査ですね。これ今生理食塩水と便とミックスして、あのなんだっけ、400倍、原虫がいるかいないかね。最近はまあいますけど、ちょっと最近はちょっと結構活発だから少し腸内細菌数が多少崩れてるけど、細菌がまだ動いてるってことは、はい、便中が死んでるっていう可能性はないですか。その、あの、なんていうのかな、ちょっと1時間半くらい前のうちなんですけど。あ、そうなの。でも細菌は動いてるよ。だから細菌が動いてるってことは便中が出てたら動くよ。あ、うん、で、あったかくしてちょっと温めてたから、うん、もぞ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 動いてるよね。これ細菌なんですよね。この棒、画面を横切るような動きをするやつはいないですよね、うん、ただまあ、ほんでさ、100% いないよとは断定はできないんだけどね。あと2回ぐらい検便した方がいい。そうね。でもここ最近うんちの様子がいいんですよ。あ、ほんと。で、1回さ、私ね、もうあれで2週間飲んだんだよね。まだ2週間経ってないぐらいです。経ってないぐらい。だから2週間さ、あの薬飲んだらさ、1回さ、現地の薬やめたいんですよ、うん、ずーっと飲んでるでしょ、この苦いやつを。 OK、うん、まあ、腸内細菌症は多少崩れてるけど、2週間反応はまあ多少あるね、うん、この辺はないか。さっき脂肪は、OK、それからあとは線虫、他の寄生虫の卵いなさそうだね、この直接これは。ここでもちょっともう一回ね、原虫もう一回全部ね、よ、まあ、さっきと違う画面だと思いますけど、覚えてます現地。ああ、すごい、こうやっ て動いてるやついないですよね。その場で動いてる細菌だけですね、こうやったらね。はい、はい、ルナちゃんの電気やつでした。